スミンはリナコと国際交流学科のに参加してきました。かすみちゃんの意外な才能を見た。意外な才能？ボディーラングエッジだよ。うちの体験プログラムはシチュエーションを決めての英会話だったんですが、かすみさんたらボディーランゲージでほぼクリアしちゃったんですよ。かすみんがとっても可愛いからボディーランゲージも通じやすかったんだと思います。すごいじゃん。アイさんも見たかったな。アイさんもうちの体験プログラムを受けてくれたんですよね。うん、2年生のやつね。演劇部の先輩から聞きましたよ。英会話のレベルが高かったって。え、本当？嬉しいな。でもみんなと変わらなかったと思うけど。英語でダジャレ言ったんですよね。言葉遊びができるのはすごいって言ってました。あんまりうまくいかなかったけど、パッと思いついたから言っちゃった。臆せず話せることは大事なことだよ。アイさんはおしゃべりが上手だから、お話ししたらみんなを笑顔にしてくれる。おー、なるほど。確かにそうだよね。私も愛の話聞いたわよ。ライフデザイン学科にも来てくれたでしょ。フードデザインの方を受けさせてもらったよ。あれめっちゃ楽しかったな。栄養素とカロリーを考えて献立を作るって授業で満点だったんですって。満点はすごい。あれはパズルみたいな感じだったから、実際調理までやるなら無理だけど、献立だけならってゲーム気分で張り切った。アイさんはすごいんです。私が情報処理学科の体験プログラムに行った時は私の夢を叶えてくれたんですから。何何？気になるお話ね。情報処理学科の体験プログラムは、決まったコマンドを打ち込んでロボットを動かすというものだったんです。ロボットは座る、立つ、歩く、ジャンプの4つの動作ができるのですが、アイさんが回るという動作を書き加えてくれたんです。アイってすごいのね。すごくないよ。アイさんたちはもう学んだところだし、もしかしたら使えるかなってちょっと調べてたんだ。セッツーがロボット動かして目キラキラさせてるの見たらさ、他の動作も入れてあげたいなって思うじゃん。私のコマンドで、いえ、正確にはアイさんが作って私は入力しただけなのですが、でも自分が入力したコマンドで動くロボットを見たらたまりませんでした。せつなちゃん、情報処理学科に行ってからずっとその話してたもんね。っていうか、そんなたくさん体験プログラムに出てるの？うん、アイさん全制覇したいんだ。全部出てもいいんだよね、しおって。もちろんです。たくさん経験してパンフレットに載せる用の取材をさせてくださいね、皆さん。お姉ちゃん。あら、アイちゃん来てくれたの？だって入院したって聞いたから。こんなとこにいて平気？病室戻る？心配性ね。いつもの検査入院だから大丈夫よ。明後日には退院だし。でもちょっと暇だなって思ってたところなの。アイちゃん今日はどうだった？ほら、今体験プログラムだっけ、やってるって言ってたわよね。そのお話聞かせてほしいな。
したいと思ってたの。あのね、愛さん全学科制覇しようと思ってるんだ。ライフデザイン学科に行った時はね。それはクラスのみんなびっくりしたんじゃない？そうかも。でも何事もチャレンジだから。あ、面白かった。愛ちゃんのお話聞いてると私も一緒に体験してる気になっちゃう。また聞かせてね、愛ちゃん。うん、明日もまた来るね、お姉ちゃん。お姉ちゃん喜んでくれてよかった。でも、はあ、面白かった。愛ちゃんのお話聞いてると私も一緒に体験してる気になっちゃう。体験してる気にか。お姉ちゃんも実際体験できたらもっともっと楽しいはずだよね。